受験っていうのは UBC の受験もあるよね。あ、まあでもこっちの大学、日本の大学みたいに、うん、学校ごとじゃなくて、そうそうそう、試験、まあ、1次があって2次があってみたいな感じじゃないから、うん、基本的にその高校の成績プラス、まあ、課外活動とか、うん、まあ、大学によってエッセイ書いたりとか、うん、でまあ、俺みたいな留学生は、まあ、そういった英語の試験を続けて提出しないといけないかな、まあ、だから日本みたいにその直前の、まあ、1次2次とかの成績で入学が決まるとかじゃなくて、うん、もう高校の成績見られて、うん、そこは違うとこだね、日本の大学とね。日本の大学だったらどこどこの学校、どこどこ大学でその試験、その大学のための試験みたいな勉強するけど、これは違う、ね、こっちは。高校生で海外の大学に行きたいっていう人が、まあ、いるんですけど、いっぱい。海外の大学に行くパターンってどんくらいあるって。日本の高校から海外の大学に行くのにあたり、語学学校 ESL と呼ばれるものに行った方がいいのか、カレッジみたいなものを挟んだ上で大学に行った方が、トランスファーした方がいいのかっていうのは、なんかどう？俺の周りにもその普通に日本の高校を卒業、その公立のさ、日本の高校を卒業して、まあ、こっちのそのインターナショナルスクールとかじゃなくてね、普通に高校卒業してこっちの大学、今 UBC に来てる人とかもいるし、まあ、それは多分人まちまちなんだろうけど、まあ、その例えばその、まあ、日本の高校卒業して海外の大学に行きたいですって、まあ、でも英語力が、まあ、足りないですって、うん、だったら、まあ、その語学学校のパスウェイとか、まあ、アイラックじゃなくてもいろいろあるから、そういったところを使って、まあ、アイラックのパスウェイ、カレッジ、ユニバーシティとかいうのもあるし、その足りなかったらそれね。で、まあ、ユニバーシティ、カレッジに行けるぐらいの英語力はあるけどユニバーシティはいけませんみたいな、だったら、まあ、普通にさ、カレッジに入って、まあ、2年生なり3年生でトランスファーで、まあ、あとは普通にもう大学、ユニバーシティに入れるぐらいの英語力があります、で、まあ、費用面も、まあ、賄えますだったら全然大学に入っていいと思う。まあ、でもその編入トランスファーするならそれなりのもちろん成績保っとかなきゃいけないし、カレッジでね、まあ、だからその一つ目がパスウェイ行ってカレッジ行ってユニバーシティ行くのと、カレッジからユニバーシティ行くのと、もう直接ユニバーシティ行くの、約3つだね。終盤ですね。こういう人には海外大学向いてますとか海外大学向いてます、なんか日本にいた時さ、まあ勉強しなさい勉強しなさいの生活だったから、うん、家でさ、まあ家じゃなくても学校、まあ、中学校受験してたのね俺、はい、で、まあ、学校でもさ勉強しなさい勉強しなさいだったし、まあ、家でも勉強しなさいしなさいだったし、それがないこっちは、うん、まあ、なんか学校もさ高校もさ、まあ、なんか補習とかもないしさ、なんかもう自己責任、自己責任、まあ、なんかもう自分でどうぞみたいな感じだから、まあ、でももちろんその聞きに行ったりしたら教えてくれるよ、うん、けど、まあ、なんかその先生が自分から補習やるんで来てくださいみたいなのはないし、うん、ないね、だからそういったところは自由だから、その自分でやらないといけないってなる、うん、それでやらなかったら終わりだよ。そうだから、それでやらなかったらダメだけど、 それで俺は逆にさ、そっちのその言われないで自分でやる方が多分合ってた。あ、なんか逆に言われるとなんかやりたくなくなるじゃん。そうだから自分から積極的というか自分から進んで物事をやる、物事をする人とか、まあ、そんな、うん、とかはいいかもしれない。面倒をあんま見てくれない、悪い言い方をすれば、そう、自分の責任、自分がやらないと周りも助けてくれないというかサポートしてくれないから、だから言い出せば全然サポートしてくれる、うん、自分から言えばやる気あれば、そうそう、けど向こうからこうしなさいよとか
これやった方がいいよとかっていうアドバイスは頑張ってない人にはない。頑張ってる人にはある。そう、頑張ってる人にはある。そうけど、まあ、頑張ってても、まあ、声かけてくれる場合もあるけど、そのまあ教授とかからけど、まあ、基本的にはもう自分から行かないと、もう基本的にそのまあ自分でどうにかしなさいタイプだから、まあ、分からないって聞きに行けばもちろん答えてくれるし、分からないことがあれば教えてもくれるけど、自分から行かないと向こうからはありませんよっていう話。で、高校生でもしこの動画見てて、海外の大学行きたいなってもし思ってる人がいるんだったら、まずその高校での勉強をまずしっかりすること、あとはそういう課外活動とか、あとは学校の生徒会とか、そうね、とかボランティアとか、そういうのをこう自分から積極的にやっておくと自分のアピールになるから強みになるし、自己アピール大事。うん、自己アピール大事なんだよね。そこだね。日本とちょっと違うと思う。そうね。日本ってどれだけこう喋れないもんね。だから大学入るの喋れないじゃん。インタビューないじゃん。確かに。日本って本当栄養だけじゃない？栄養とかやっぱそのこれまで何をしてきたかとか。そうね。ボランティアで何をしてきたかとか。生徒会頑張ってましたとか。生徒会してましたとか。ボランティア活動してましたとか。まあ、それにちょっと近い。もし海外大学に行きたくてまだ高校生の人とかがいれば、そういう高校生の時期の勉強、日々の勉強とか、あとはボランティアとか課外活動、学校の生徒会とかやってみてください。はい、はい、ということで本日はね、たくさん質問に、まさや君に答えてもらいました。迷ってる人たくさんいると思うんですよね。僕もその DM とかで、ね、たまに。高校生人気だよね。ここそうだよ、ね、なんか知り合いの高校生何かしてるよ。あ、ほんと？なんか TikTok とか TikTok そうだよね。高校生も結構ね、オフ会に来てくれたりとか。で、高校生来てくれるの？来てくれる。あ、マサヤくんのね、インスタとかね、インスタ貼っといていい？いいよ。だっけ？インスタとかね、ツイッター貼っとくので、まあ、そこからね、DM してもらったら全然答えてくれると思うので、はい、そこからね、飛んでもらって相談してみてください。まあ、もちろんね、まさやくんはカナダの大学を、まあ、メインに活動はしてるかもしれないんですけど、まあ、さっき言ったオーストラリアとか他の国のね、サポートとかもしてるみたいなので、はい、はい、ぜひ行ってみてください。ということで、ありがとうございました。いいえ、こちらこそ。ということで、最後サムネ撮って終わりたいと思います。バイバーイ。